今日のイカれた偉人は紫式部、源氏物語の作者として知られています。そんな紫式部は清少納言のことを日記の中でディスり散らかしていました。というのも、実は清少納言が枕草子の中で紫式部の夫信孝の悪口を書いていたためです。しかもそれが信孝が亡くなった直後という最悪のタイミングでした。これにブチ切れた紫式部、今度は清少納言の主人定子が亡くなったタイミングで清少納言に対して、清少納言ってセレブ気取りのドヤ顔で漢字書きまくってるけど間違いだらけなんだよね、しかも人より偉いとか思ってる勘違い野郎はいつか落ちぶれるに決まってんだよ、と言って追い打ちをかけます。まあお互い人間臭いところがあって良いのではないでしょうか。ではまた。